財界の総理と言われ強い影響力を持つ日本経団連の次の会長に住友科学の米倉博正会長が起用される見通しになりました経団連は今年5月に2期4年の任期を終える御手洗会長の後任人事を進めてきました業績が悪化し経営のトップを財界活動に専念させることに難色を示す企業も多く人選は難航していましたが 住友化学の米倉会長を起用することで最終調整に入っています財閥系の企業から経団連会長が起用されるのは初めてです今月27日に内定し5月の総会で正式に決定する予定です米倉氏は経団連の評議委員会議長を務め国際派として知られています